こちらに行ってください。第41回クイーンカップアスリート号で制しました大河原和夫ジョッキーです。おめでとうございます。ありがとうございます。2週連続の重賞制覇、率直な気持ちをお聞かせください。いい馬に恵まれて幸せです。はい、今日のクイーンカップにお話を戻しますが、道中は中断で競馬を進めましたが、この位置取りはいかがでしたか。はい、もう馬なりで、はい、第2障害、まあ、前田それほど差なく2障害の手前まで来ましたけども、障害のかかりはいかがでしたか。はい、よかったです。はい、すんなりと先頭で2障害を下ったという感じでしょうか。はい、そうです。はい、今日の馬場状態はどうでしたか。いや、見ての通り軽かったです。軽かった。はい、この軽い馬場はアスリートに合いましたか。一着でしたから合ったと思います。はい、降りてからも粘り切った競馬だったと思いますが、どのあたりで勝利確信しましたか。ゴールして確認しました。はい、最後まで気を緩めなかった。はい、そうです。はい、ますます今後楽しみになるアスリートですが、最後にバンエーファンに向けて一言お願いします。いつも熱い声援ありがとうございます。またいいレースできるように頑張ります。今後ともよろしくお願いします。今日はありがとうございました。大河原和夫騎手でした。第41回クイーンカップアスリート号で制しました服部雄志騎長教師です。おめでとうございます。ありがとうございます。まずはレース、どのような思いで見ていましたか。まあ二の障害降りるまではなんか安心できないなと思ったんだけどね。はい、まあ先頭で山を切ってくれて、はい、でまあこれならいけそうだと思うのはもう30ぐらい超えた頃は、はい、なんとかなるだろうと、うんうん、まああの辺で勝ちを、まあ、少しは、はい、勝てるなと思ったところですね。はい、その服部先生の確信が馬に乗り移ったか、最後の最後までアスリートを頑張って見ました。頑張ってくれましたね。はいはい、今シーズンは銀河賞も牝馬最先着で3着ですし、はい、前哨戦の紅原賞も1着でしたけども、ここに向けてどのような調整をしましたか。特にもう難しいことはなしにして、はい、とりあえずもうその馬が調子が良くなってきてるんでね、はい、もうそれの馬に任せてここまで来たっていう感じですよね。はい、で調子が伸び悩んでる時なら、うん、厩舎側でも相当こう馬をいじってみないといけないんだけど、はい、それをがなくてここまで来れたってことは、まあ厩舎側の負担もうんと軽かったです。あ、ではもう順調に来たという感じでしょうか。そういうことですよね。はい、では今日レースに挑むにあたってこう馬自身のその不安みたいなのがあまりなかったでしょうか。なんかいつもよりはちょっとチャカチャカした、はい、今言われたよね、チャカチャカしたとこもあったんだけど、はい、まあゲートは行ったらこう折り合いもまっついているようだったし、うん、まずまあ負けても勝っても、まあ、これなら安心して見ていれるんだなというレース展開をしてくれました。はい、嬉しい重賞初制覇となりましたけども、はいはい、今後はどのようにこの馬を成長させていきたいでしょうか。ね、まあ、これがどこまで成長してくれるのか、はい、まあ、未知な世界なんだろうけど、はい、まあ厩舎全体にね可愛がって、うん、で期待を持って育てたいと思っています。はい、ありがとうございました。はい、服部雄志騎長教師でした。